大宮ソニックシティは埼玉県埼玉市大宮区桜木町一丁目にある再開発地区及び同名の企業である。通称はソニックシティ第30回 BCS 小受賞。1984年11月埼玉県が大宮駅西口の大宮商工会館後に建設を計画していた産業文化センターのコンペティションの結果。 日本生命保険、藤田工業共同企業体が主体となって、同センターを建設、運営することが決定。1986年1月に着工し、1988年3月に、竣工した。施設は、ソニックシティビルと大ホール及びホテル棟の3つ部分からなり、所有、管理運営の主体は、埼玉県と日本生命である。ホール、事務所、 店舗、ホテルなどが入る。なお、ソニックの名称はそれぞれ、埼玉県、大宮市、日本生命、産業もしくは、国際、文化もしくは、コンベンションの頭文字を意味している。毎年2月の第2日曜日、8月の第1日曜日、1月1日は、法定点検のため、全館休館日となる。竣工当時、県及び、大宮市で最も高いオフィスビルで、 初めて30階を超えた高さ100メートル以上の高層建築物であったことから話題をさらった。その後、エルザタワー55が竣工し、県下ナンバーワンの座は譲っている、など。エレベーターは低層用と駐車場用が、東芝製、中層用が、日立製、高層用が、三菱製であるが、14階食堂と23階に乗り継ぎ会がある。 一方13階は機械室があるため通過する。2011年度から2012年度にかけてリニューアル完了したことによりエレベーターのアナウンスチャイムは駐車場用を除き3バンクとも全て構想用に統一するようになった。パレスホテルは寝室に際して1987年3月運営会社のパレスホテル大宮を設立。日本生命が区分所有する。 ソニックシティビルとホテル群を沈借して翌年4月14日開業した。部屋数は204室で6つのレストランバー、大小19の宴会場がある。6階のフィットネスクラブはパレスホテルとセントラルスポーツが合弁で設立したパレスセントラルスポーツが運営に当たっている。屋外に公開空地として加熱加工園があり、イベント会場として使われることもある。また、 ソニックシティビルの地上階から地下1階まで花段を兼ね備えた大階段があり、こちらもイベント会場として使われることもある。大宮商工会館は1961年に完成。ホールも有する地上7階建てのビルだったが、ソニック建設のため1985年に築24年で解体された。また西側にあった桜木小学校も現在の場所に移転している。 パレスホテル大宮に関するカテゴリー、ありがとうございます。